ありがとうございますけども、今日ね、アップデが入ったロングブラスター持っていきたいと思います。ロングブラスター調べたんですけど、アップデが入るのが2017年の12月ぶり以来らしい。2017年ってね、スプラ2が発売された年だからね。そっからスプラ2の間ずーっともうアップデ入ってなくて、ようやくスプラ3が発売してからようやくアップデが入ったと。やばいよね。まず、なんでこんなにアップデ入んなかったんだって感じで。で、アップデの内容が塗りの強化だね。爆風かな、爆風の塗りが 15% でかくなった。なんで、まあ、1.3 倍ぐらいかな、直径で。1.3 倍ぐらいでかくなりましたと。かなり変わってると思う。これ、でかくなってる。でかいね。全然でかい。なんか、検証とかだと、ノバよりも、ノバと同じぐらいかな。ぐらいらしいんで、まあ、逆に、ノバのちょっと存在価値が悲しくなってくる可能性もある。というわけでかも。俺、ロングブラスターっていう武器ね、かなり好きなんですよ。実はね、めちゃめちゃかなり好きなんで、嬉しいんだよね。アップデが入ってくれることが。こうやって、この爆風で倒す感じ、もうね、最高よね。この、ごめん、ロングブラスター使い、申し訳ない。この、ネチャネチャしてる感じ、すごい好きなんよ、俺、この武器。まず、そこが好きすぎて、強化入ってくれたの、すごい嬉しい。やばい、当たんね。はい、こういうね、もう絶対に握らんない爆風みたいな、わかる。この、この真下から、こうやって、ポンつって。いや、いいっすね。楽しさしかない。ただ、当たんね。ごめん。下手だわ。で、最近ね、爆風の方が上手くなって直下手になった。昔逆だったんだよ。昔全然爆風でキル取れなくて、今爆風でしか当たんね。もうちょっと直撃を取れるロングブラスターになりたいよね。直取れたらかっこいいんだけど、今の俺は、もうなんか、爆風しか取らない。納豆を食べながら、とろろ昆布を、かぶってる男みたいになってる。やばすぎる。これ全然ちょっと取れないよ。なんかすんぎる。ちょっとまずいか。いや、ホコ止めてくれた。これね、ここドーン。そう、カーボンいると思った。絶対いると思った。で、ホコ爆発した瞬間にカニトゥンク。カニトゥンクはまずい。あ、当たんない。助けて。スーパー助けて。やばい、ウルトラ助けて。アップで。あー、もう黒強。やばい。あんまリードはされると。うわ、スパイガジェット止めるか。ナイス、オッケーオッケー。からのサメライド。いやー、惜しい惜しい。どうもどうも。これはね、ホコ。いや、この9番。ホコ終わった瞬間にやりたいけど、一発。いや、たんね、ごめん。オッケー、やった。で、カーボンも、オッケー、よし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 。で、あと、黒は、一発。はい、いる。ポップそんな、俺の墓みたいに置くな。カーボンいんのか。当たんな。直が当たらないんですよ。当てさせていただいてもよろしくて、カーボンさん。ちょっとまずいか。あとそう、X マッチのこの武器、武器のあれが変わったらしいんですよ。ミラーマッチというかなんか、グループ分けが変わったっぽくて、かなり変わってるよね。だって俺ブラスターなのに相手にブラスターいないからね、もう。なんだろう、スパスパ分けの、わかんないけど、そう、かなり変わってるなっていう感じはするよね。いやー、まあいいことなんじゃないですか。今までの変な編成分けがなくなるんだったら。当たった。いや、やれんか。ごめん。俺ね、ロングどうしよっか。相手、ラスター置いてる。一発。オッケー、ちょぶった。いいね。これ、ロングは下から、この下から、爆風。いや、いけるんじゃないか。裏取る。いやー、あいつ。やったやったやった。オッケー。止めるか。ワンチャンいける、ワンチャンいける。ホップスナーで、ホップスナーから一発。ここナイス、いけるいける、でけえ、ナイスサメライド。さあ、ということで、ヤガラのガチをこうやっていこう。弓だと相手が、なんだこれ、ボトルか。ボトルが弓と同じ枠になってる説があるな。そうよね。で、ノーチがロングかな。かなり変わってんな。じゃあ、ボトルが多分なんか、長射手枠いったみたいな感じかな。そうだよね。その理論だと、ボトルとバレルとか分けられるんじゃないかな。いや、いいんじゃない？ボトルは長すぎるからな。はい、バック、オッケー。からの、で、これいけるか。相手、右にいる。ちょっと左から行って、届け。届け、2。めっちゃ届いた、3。オッケー、ありがとう。で、一瞬おるからの、え、ラスターめっちゃ飲みたい。ちょっと今、カフェイン不足。ありがてえ。いや、寝起きのね、エナジードリンク、うますぎるんよな。水飲むのが一番いいんだけど、寝起きでカピカピの口に決める、やっぱ炭酸ってのは最高だからね、コーラとか。炭酸はいいよな。一回帰ります。もう一回帰ります。あ、危ない。
で、ない、おー、あらららら。一回左行きます。もう一回、そうだね。持てるかな？頼んだ。俺左から行くわ。俺、バレてないんじゃない？ひなつた欲しいが、先に。いや、待って。やっぱり。よし、オッケー。バックでやっていく。もう一個ぐらい。はい。はい、待って、二発目がさっきから当たんない。これ、ホップスラーガード。助けて！助けて！危ねえ。オッケーオッケーオッケー。まだいる。まだいるが、オッケー、あいつだっていく。でかいでかいでかい。なんなら6カードいけそう。いや、いい。6はでかい。これ、飛んで。誰？弓か。弓がずっとここ維持してる。強すぎる。オッケー。もう一回左行くわ。まだバレてない。こっち来る？なんでバレた？帰る、帰る。あ、ぶれ。おしおしおし。味方の弓がね、かなり陽キャチック。もう湘南とかにいそうやな、あいつ。めちゃめちゃ前線張ってる。ここ。バレてますよ。めちゃめちゃバレてるよ。オッケー。ウルショも、この、段下から狙うのが下手すぎる。全部壁に座れとる。一発や。一発からの、やっていく。やっていかない。やっていきたかった。やっていかない。ありがとう。何の成果も得られませんでした。これは、左から来てる。ちょっと待ってよ。ここ、いそうなんですよね。いや、そうね。もう最悪、維持でもいいからな。6まで進めれば、相手に矛取らせんかったら勝ち。いや、いい。矛持ちがうまい。矛持ちがうますぎる。お前、なんてやつだ。うますぎる。いいぞ。しかも、ここで前出ると。やれる。やった。ノーチも、やっていきたい人生。終わった。弓が、まるでオセロだな。ずっと維持してる、ここで。やばい。丸オセが強え。やば、お前。え？あ、じゃあ、あれ落ちたのか。維持しすぎじゃない。はい。一発。オッケーオッケー。やばすぎる。弓の耐、そんな耐えれる武器だっけ、弓って。やっぱり意外にダメージ高いよね。なんか、自分が使うよりも高く感じる。やばい。この熱い戦い負けらんない。絶対負けねえ。負けたら引退。味方にスパジャンからの、このカニタンクの背中を孫の手で描いてあげる。お前、孫の手、孫の手クラッシャー。オッケー。ノーチャスも、ちょくっていく。これが、エナスタの強み。ジャンプでもブレないと。なんならこれ、ノックアウトしたいけど、1がね、やっぱ、1ってすごいよね。気持ち的にすごい楽になるもん。ノックアウト以外負けないっていう心配がなくなる。いいことや。バレてないんすよね。どうも、オッケー。またお前か。またバトルか。いい。まあ、そろそろ勝つわ。痛い痛い痛い、ちょ、かかと燃やされたけど、復帰したら。危ね。バレてないっすね。わ、ここがいいんすよ。この隅っこ。角っこが最高なんすわ。バレてないから。はい。あ、どうも、のちろさん。一発、やれない。いや、まあまあまあ、いいんすよ。敵なんて倒さなくていいですから。もう僕塗り強くなったんで、ロングブラスター塗り武器としても生きることができる。バレてない、そんなことある？今のでバレてないことある？どういうこと？俺狙ったんじゃないの今のは。これマニューバーかな。あ、違う、ボタンだ。オッケー。痛いんだ。危ね。どこだ。あと、おお、びっくり。サブ組、おい、サブ組が潜伏してた。ただ時間ないんじゃないですか。ただ、エナスタが、ありがてえ。時間ないよ、相手。オッケー、飛んでる。飛んでるが、寿司、サブ組。やばい、サブ組が詰めてる。マニュー組も詰めてる。あと、明日の新シーズン楽しみすぎますね。最初何持ちます、みんな。あれ、積み流しと思ってた人は高評価。ウルトラ着地って人はグッドボタンお願いします。というとこもお願いします。それでは、じゃの。おまけ。さあ、編成すごいなぁ。ちょっと待ってよ。お編成さ、これ、やばくないか。待って、なんだこのハッピーセットみたいな編成。おい、どうなってんだこれ。やばいでしょ。こっちハッピーセットで、相手もう夜のバイマックぐらいある。サムライバーガーぐらいあるけど。もうなんだこれ。すごい差じゃない。必戦、やばい。スパガーモップリンからの相手必戦のジムよ。やばい、来んな。まずい。こういうのもさ、明日はなくなるのかな、ミラーマッチの改変で。この差はなかなかにひどいというか、すごいな。いや、まあ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 、まだわかんないよ。いや、これで勝ったらね、逆に熱いけどね。いや、いきますよ、余裕で。やっぱサメライドさんがね、2個あるけど。いや、でもサメライド、せっかく明日強化くんのに、なんなら俺もロングブラスターね、明日のアップデートのためにちょっと持っとこうかなと思ってやってたけど、まさかこんなすごいことになるとは。やばい、当たんねえんだわ。このままじゃ明日も当たんねえぞ。明日塗りが強くなったとしても、
使うことはできない。わあ、こっち来た。いや、必戦強えな、さすがに。必戦と何分け、あ、モップ、必戦モップリンのジムとスパイガジェットと同じなんだ。すごっ。ジムハイパーっていうなんか存在がズルみたいになってるやん。そこで分けられちゃったらね、強すぎるな、ジム。さあ、これ、まあまあまあ、いきます。ノーン。まあでもこれ、そんなカウント進んでないから、全然大丈夫。アサリのサメライドはまあ悪くないんじゃないか。多分。いいね。いけ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 。オッケー、任せろ。そこで散らばったやつを俺らが、勝っていく。待って、俺じゃね？弱いの。誰もキルしてない。オッケー、初めてのキル。でけえ。からの、ジムも、やりて。やばいね。火攻めて、長すんぎ。俺が一番の、あれかもしれん。先般かもしれん。編成とか関係なく、ただただ、俺が下手だ。やばい。ロング、ちょっとね、ちょっとだけ上手くなりたいんや。ロング、ヤグラとか強いからな。まあでも、ヤグラも結局、ホットでいいってなるのかもしれない。ホットが強すぎるんだよね。バリアっていう、あららら、アロリションパンキョン。いいぞ、サメ。いけ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 。合流せ。いいっすよ。当たんね。よし、やっていく。オッケーオッケーオッケー。入れます。でっけえバリア。ここいる。絶対このローラーいる。ローラーいた。いるよね。オッケー。うまい。ロング。いいぞ。勝ってるから。なんならカウントかなり進んでる。熱々。いいいいいい。めっちゃカウント進んでるじゃん。熱々熱々熱々。勝てる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 。このハッピーセットトイザラス編成でも勝てるぞ。いけるいけるいける。なんか使い手には申し訳ないけど、スパイガジェットがね、いや、すごい、軽く見えちゃうんだよね、編成が。相手重くてかっこいいみたいなんだけど。まあ、スパガさんもね、亜種来ますから、もう話が変わってきますよ。トーピード、なんかいたー。トーピードよ、トーピード。絶対強いもん。トーピードスパイガジェットは、3になってからね、もう、トーピード追加されましたけど、スパイガジェットについてから評価変わったからね。絶対強い。まあ、隅長シートがどれぐらいなのかわからんけども、とりあえずお前は倒していく。ここで負けるわけにはいかない。男の仁義なき戦い。やんのか、ふわっ、ふじゅん、はん、よし、オッケー。あー、ごめん。やべ、男同士の戦いに味方を呼んでしまった俺が悪いね、今のは。いや、お前とまた戦えることを祈ってる。オッケー、やっていく。あぶねえ。いる？ねえか。いますね、一発。ナイス、オッケー、いいよ。ロング。なんなら、だいぶ勝てそうではあるが。いる。やばい。ポップソナリング溜まった。あえてのバルーンウェイ。オッケー。やったやった。いけんじゃね？マジ勝てる、マジ勝てる。入れた。なんかこのデッカアサリが？はい。いけるか。頑張れ。あったんだけど、ナイス。